こんにちは。名古屋で出張整体をやってます、小山です。今日はですね、原因不明の病気、症状についてです。ネットサーフィンをしてて思ったんですけれども、ネットいろいろブログを見てて思ったんですが、原因不明でうまく歩けませんとか、原因不明でこう顔面神経痛が起きますとか、他にもいろいろな症状があると思うんですけれども、原因不明でいろいろな症状が出、原因がわからないんですけどという場合ですね、まずおかしなことを言いますが、原因を探ってください。原因を探してください。どういうことかっていうと、まず何が一番大事かっていうと、お医者さんできっちり検査を受けてほしいんですね。レントゲンだけではなく CT、MR、いろいろエコーだとかっていう検査だとかもあると思うんですけども、原因不明っていうということは、そこを全部して原因がわからなかったという場合が多いとは思うんですけれども、まずお医者さんに全部行っていただいて、精密検査をしていただいて、でそこで原因不明ですよということが分かることが大事なんですね。例えばどっかに腫瘍があるとか、どっかでこう脳梗塞の軽いのが起きてるとか、そういうことだとか、癌だとかっていうものが隠れていたりする場合があります。で、大抵の場合も 99% と言っていいのかな、ほとんどの場合は原因がそういったもので検査をしても原因がないですよ。だけれどもこう症状が出てます。うまく喋れないとか、うまくこう筋肉が動かないとかっていう場合があります、ね、そういう時はそこからは私たちの出番だと思うんですけれども、例えば抗生物質投与をしながら、こういうふうにこうウイルス性なんとか性とかっていうようなことがはっきり分かっていればですね、それで非常に治すのが難しいということで、もう原因が医学的に分かるということと、医学的に異常がないよということでは全然意味合いが違うもんですから、原因不明の症状があるという時はとことん追求してください。で、原因がなければ、逆に治る可能性というのもあると思うんですね。それがこう、僕がよく一つのライフワークテーマとしているのはうつなんですけども、うつも医学的には原因はないですよというような状況ということが分かるところからいろいろスタートすると思うんですね。ところが、体力的に、筋肉的に、内臓的にどっかに原因があって、それがこう非常に体を動かすことに不具合を起こしているということが分かれば、それはそれとして治療をしていってほしいですし、また僕らのような整体、いろいろな民間療法を試してみながら、お医者さんを、原因を分かっているときはお医者さん第一で、その次に僕たちのところへっていう感じだと思うんですが、それ以外でいろいろこう症状が出てしまうというような時には、ぜひ私どものような人間に相談するのも一つだと思うんですね。ただその時に怪しいものに引っかからないというのは大前提、お前が一番怪しいんだっていう話もありますが、原因が分かるという、原因不明だけれども原因が分かってだないって分かるというのはお医者さんへ。で、原因不明、で原因がもう本当に不明ですよという時には、筋肉的にどっかが引っかかってたり、生体的にこういわゆるずれてるというような形で、神経に当たってしまっているとか、それから精神的な部分、いろいろなこううつの症状と似てるんですけども、大きなストレスを抱えてて、それがぐっと自分の中では解決しているように押し殺されてて、だけども何かをしようとするときにそれが原因になって引っかかってうまくいかないとかっていう部分とかっていうのはすごく、あったりします。で、そういうふうに、まず原因不明というのは原因を探して、原因が不明であれば、筋肉的、精神的、どう言ったのかな、生態的、私は最近診療生態という言葉を使うんですけれども、そういう部分で追っかけてみながら、施術を行うというのも一つの方法。まず原因を探してみてください。原因不明は